40 42 53
ある。あんこ。あんこ。買ってくれたの。はい、取って食べます。食べてください。あ、買ってくれ。速やかに行ってください。
4、3、2、1、終了です。それでは B チーム始めます。用意はいいですか？用意スタート。どうして縛るのにしなかったんだろうね。ねえ。はい、皆さんこんにちは。今から皆さんお待ちかねの大抽選会を行います。それでここで本日司会を行います株式会社泉屋工務店の本田ミケルと申します。よろしくお願いします。次のパックから4種類あるので1枚ずつ引いていきます。
泉屋工務店山本明さん。ありがとうございます。ありがとうございます。泉屋工務店佐藤小泉さん。おめでとうございます。はい、それでは一宮運輸神野翼さん、神野飛鳥さんのご紹介ですね。どうぞこちらでお話しください。おめでとうございます。日線科学西田博さん、おめでとうございます。こちら本日もお見せください。13棟の購入を決めたいと思います。次の13棟がですね、スクラッチの宝くじを買っております。日線科学園部ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ICC 丹下信弘様、おめでとうございます。ぜひもお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう一つが日線科学岡田のぞみさん、小川です。ありがとうございます。次が11棟の抽選に参ります。こちらはミニ加湿器となっておりまして、おしゃれなミニ USB 加湿器というふうになっております。大阪高台でございます。はい、内宮工務店高辻真由美様、おめでとうございます。一宮工務店矢野武弘様、おめでとうございます。ありがとう。 ICC 白川智弘様、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、一宮運輸阿部遥様、おめでとうございます。はい、それでは一宮開発グループ福田直子様、おめでとうございます。はい、佐藤人おじさん、おめでとうございます。8位のプラチナタレントエステローラスキンアナライザー付きとなっております。日線科学藤田志保様、おめでとうございます。クッションマッサージャー、おめでとうございます。ジミア運輸渡辺愛理様、どうぞ。 OS 菊本の山本椿様、おめでとうございます。最後は一宮開発グループ藤田理恵子様のご紹介で藤田正史様、おめでとうございます。こちら2つありますので、2名の方に持って参加いただきたいと思います。まず1人目が日線科学関圭介様、もう1人一宮工務店の内田俊之様、内田俊之様、はい、はい、どうぞ参ります。次がですね、まず1人目がですね、一宮運輸井下伊代様、どうぞ参ります。次の方が一宮工務店石原優也様、おめでとうございます。どうぞお越しください。ありがとうございます。皆様もおめでとうございます。はい、今度は続いてスターバックス公式のドリップコーヒーが最近出ておりまして、こちらの方をご用意させていただきました。こちらのコーヒーがですね、3セットございますので、こちらで3セット使っていただきたいと思います。それでは参ります。はい、それでは1人目、内宮工務店エンジニアリング本部の高橋修二様、おめでとうございます。はい、今度もあります。続いて一宮運輸伊藤夏江様、おめでとうございます。はい、続いて最後に、一宮運輸三浦照正様、おめでとうございます。今度もあります。今度もあります。続いて、OS 菊本 SM山本真由美様、山本真由美様、山本真由美様、いらっしゃらないですかね。はい、されたおめでとうございます。おめでとうございます。はい、
を迎えたところを迎えたいと思います。続いてはですね、アイスクリームギフト券、こちら効果できるのがハーゲンダッツとなっております。こちらの商品が5セットございますので、皆様お使いいただければと思っております。どうぞ。まずお一人目が富士宮運輸の渡辺陽子様、おめでとうございます。どんどん参ります。続いて一宮工務店木戸秀明様、おめでとうございます。どんどん参ります。続いてがですね、一宮工務店エンジニアリング工務木戸理恵様、どうも入れます。どんどん参ります。続いて一宮工務店アリトニー慶太郎様、ありがとうございます。ハーゲンダッツ最後のお一人がですね、ICC 丹下あかり様、ご紹介が丹下様のご紹介、丹下あかり様、おめでとうございます。ハーゲンダッツ、おめでとうございます。はい、続いてはですね、今回の最後の商品になるんですけれども、こちらが新居浜にあるパナスの入浴回数券でございます。大人7セットをご用意しております。中に3枚入っておりますので、ご家族でぜひ来ていただければと思うんですけども、今後も参ります。7人の方に、まずは一宮家政佐々木幸則様、おめでとうございます。続いて一宮運輸徳田元気様、おめでとうございます。どんどん参ります。続いて、一宮運輸谷江陸様、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。どんどん参ります。続いて日線科学小谷美晴様、おめでとうございます。あと3名です。パナスが。パナス、一宮工務店矢野武尊さんのご紹介、西原勘九郎様、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、一宮工務店松浦健生様、おめでとうございます。もっと上げましょう。最後の当選者がですね、日展科学小賀部恵子様、はい、ありがとう。おめでとうございます。はい、こちらでもっと上げましょう。すべて終わりまして、ここからもう一度、等数がついている抽選の方に戻りたいと思います。それでは、次はですね、オムロンネックマッサージャーでございます。こちら、海に置いていただければ、中でゴミ玉が回るという商品ですけども、こちら、1名の方に参ります。こちら商品、一宮運輸、徳田愛さん。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。どんどん参ります。続いて第5号でございます。かつてない透明肌アレッキー洗顔ブラシでございます。こちら1名の方に参ります。かつてない透明肌になれるのは、参ります。日線科学株式会社藤田志保さんのご紹介、藤田英斗様、いらっしゃらない、はい、ということで参ります。まだチャンスはあと2人です。参ります。一宮開発グループ藤田理恵子様、いけますかね、少々のお待ちを、おらけでお知らせます。おらけでお知らせます。勝ってない東京さんで電話でございます。おめでとうございます。はい、続いて、グループ提供品の方に参りたいと思います。今回はですね、一宮工務店さんの方からワインと冷酒の方を提供していただいております。こちら、ご一つに持ち帰っていただきますので、4名様の方に参りたいと思います。まずはワインの方から、はい、僕がします。ワインの方を持ち帰っていただくのが、一宮開発グループ当たるな、藤田理恵子さんのご紹介、藤田カナダ様、ワインです。カナダ様、おめでとうございます。寝かしてください。ワインの方です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続いて絞りかけの方に参りたいと思います。
はい、絞りたての日本酒でございます。参ります。一宮運輸神尾ゆりな様、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして大金堂に参りたいと思います。参ります。一宮運輸尾崎雅也様、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続いて最後の提督純米の方でございます。参ります。日鮮科学清水保様、あ、おめでとうございます。はい、こちらグループ提督でございました。続きまして一宮賞の方に参りたいと思います。こちらの方から役員の方に抽選をお願いします。小宮、どうぞお願いします。はい、こちらがですね、和牛のカタログのギフトセットになっておりまして、国産の和牛が食べられるということです。参ります。神野飛鳥様のご紹介、神野とわ様、おめでとうございます。本人の方、本人、はい、おめでとうございます。和牛の方が大きくなっていただいて、おめでとうございます。どんどん参ります。続きまして4号岩張さんタオルケットでございます。こちらの商品も ICC の千代さんお願いします。こちらすごい肌触りのタオルケットだと思いますので、ぜひともお買い上げいただいて参ります。一宮工務店園児平野真嗣様、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。どんどん参ります。続きまして、タイガーサンドですね、マイコンコーヒーメーカーでございます。こちら発売のコーヒーが入ってタイガーさんの魔法を受けなかなか冷めないという優れものでございます。俺じゃない申し訳ございません。申し訳ございません。次は、お願いします。参ります。はい、参ります。一宮運輸高橋美優様、おめでとうございます。取られてる。おめでとうございます。ぜひお使いください。続きまして第2項、お肌に潤いをスチームナノケアということで、パナソニックのファーって蒸気が出るやつでございます。こちらの方、皆さんもう一度。はい。一宮運輸林真美様、おめでとうございます。おめでとうございます。優れものでございまして、上からそうですね、明かりで鉄板を温めて焼くという煙が出ないすごい優れものでございます。一等 ICC 篠原進様、おめでとうございます。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、続いて最後の国賞に参りたいと思います。こちらの国賞、豪華温泉ペアチケットということで、豪華温泉のペアチケットが入っております。こちらの方を一宮代表にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。運命やな。運命でございます。今年の主役は誰だということで、はい、決まりました。はい、ありがとうございます。参ります。一宮工務店園児山口雅樹様、雅夫様、ごめんなさい、どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひ豪華温泉ペアチケットの方、ありがとうございます。おめでとうございます。写真の方もブログでお願いいたします。おめでとうございます。大きな拍手を。山口様、はい、国賞当たった感想をお一言。そうですね、先ほどあの山口英子4名なんですけど、そちら外してしまったんで、まあ、取り戻せてよかったです。これから一生懸命頑張ります。おめでとうございます。はい、それではこれで皆様楽しみにしていただいた大抽選会は終わりでございます。当たっていないという方がおられると思います。来年もぜひ参加していただいて、当たるまでここに来るぞということで、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。